で、まあ、今日は負けに沿ってですね、その雨、なんで今時代が雨なのかとかですね、まあ、僕のね、そのトライアル雨ってやつをですね、1時間ちょっとで喋っていきたいというふうに思います。まあ、この雨のビジネスですけども、まあ、これはね、まあ、今日は僕は初めての人に何て言うかって言ったら、大体誤解してますよね。どうやって誤解してるかって言ったらね、まず売る仕事、もう少し言いますとね、売り歩く仕事であるというふうに誤解してる人がいます。この仕事は売り歩く仕事ではありませんね。 もしドアトゥードアで売り歩いてるんだったら、私はですね、これはもうやってないです。それとなんかね、勧誘する仕事、人をですね、引きずり込んで何人か人を増やせばですね、儲かると思ってる人がいます。勧誘する仕事ではありません。そしてもう一つ、なんか特別なですね、技能とか技術とかなんかそんなものを持ってですね、なんか説得する仕事、説得する仕事ではないんですね。売り歩かない、勧誘しない、説得しないって、じゃあ一体何なんでしょうこの仕事はと、私はいつも言ってます。情報伝達です。アメという情報を要は正しく伝達すること、要はね、伝達の意味って知ってますか。届くまで伝えるって書くんですね。要はあなたはきちんと相手に届くまで伝えていますかって。このビジネスですごく重要なのは、スポンサリングも全てそうなんで、まあ、フォローも全部そうなんですけどね、あなたが何を言ったかじゃないんですね。相手が何を感じたかですよ。ここはすごく重要です。だったとしたら、やっぱりその相手がですね、きちんとあなたが流そうとする情報がちゃんと届くように伝えるっていうのがですね、あなたの仕事じゃないかなというふうに思います。じゃあこの情報伝達をですね、きちんとやっていったときに何が取れるんですかっていうのがアメのマーケティングプランです。あのね、ここがわからないからめげるんですよ。でね、なんでめげるかって言ったらね、2つです。本当にアーメイが提案しているものをあなたは分かってますかというのは一つ。そしてもう一つはですね、世の中が分かってないんですね。世の中が分からないから簡単にめげるんですよ。本当に世の中のことが分かったらね、アームウェイのビジネス、もうね、要はやることって簡単じゃないですか、ね、その簡単なあの作業の中にこれだけの権利収入が取れるということをね、本当に分かったとしたら、そして世の中の仕組みってやつが本当に分かってるとしたら、これめげようがないですね。僕はもう決めざるを得ないと思いますけども、そんなところを2本立てでですね、話をしていきたいと思います。アームウェイで得れるものは何か、これね、収入です。お金ですね。ビジネス、アームウェイね、昨日も言いましたけど、ビジネスですよ。仕事です。仕事で収入を取ってきてから、まあ、いろんなことをね、お付けになったらいいと思います。生き方であるとかどうとか、まあ、確かにそうなんですけども、アームウェイは仕事です。ですから仕事というのはですね、収入、つまりね、僕昨日もちょっと言ったかもしれないですけども、結果なんですね。仕事というのはね、仕事イコール結果です。わかりますか。この人生っていうのは残念ながらね、こうよくプロセスを大事にしろと言うけれども、確かにそうなんだけども、最終結果なんです。結果が一流。もう少し言いましょうか。あなたのライフスタイルが一流か二流か三流かで、あなたのやってる仕事が決まります。どんだけ、ね、大きな会社に勤めていて、どんだけです、ね、ステータスが仮にあったとしても、ね、あなたのやってる仕事が、要は、ね、あなたのやった仕事の結果がです、ね、ライフスタイルが三流だったら、あなたの仕事は三流って言われても仕方ないんです。そうでしょ、だって。だけど仮に、ね、どんだけちっちゃな会社だったとしても、ね、要はその人のライフスタイルが一流だったとしたら、これは一流の仕事でしょうね。何言いたいかって言ったらね、ここなんですよ。こう、仕事というのはプロセスではありません。だからね、この結果を出したいと思ったら、結果の出るフィールドで頑張っていかないと結果出ないんですよ。結果が出るフィールドを選ぶというところがすごく重要です。ところが世の中の人はほとんどそういうことはやりません。選ばないんですね。で、ただ頑張る、ただ頑張って、ただ努力していくプロセス、ここが一流だったらみんな一流だと思ってるんです。頑張るということはすごく重要ですよ。だけどね、何回も言うけど結果なんですね、残念ながら人生で。そのためにはですね、やはり資本主義経済ですから収入です。人生は金じゃないという人いますけども、これはね、大間違いです。人生は気持ちはわかるけれども間違いですね。昨日もね、豊美さんと話してましたね。あのね、人生金じゃないというタイプには2種類いるって。一つはね、豊美さんみたいなタイプですね、言ってましたね、ご自分で。もう年収あんまり言っちゃっていいのかな、5000万ぐらいになってきますとね、要はね、もうお金ではもう動かないしてましたね。じゃあどういうところで動くんですかって言ったらね、アップラインが喜んでくれるからトリプル目指そうとかね、このダウンラインの人がこう成功していく姿を見るのは嬉しいからダウンライン手伝う、でその結果なんか何ていうんですか、自分も豊かになってくるみたいなね、そんな感じで。もう一種類いるそうです。昨日ちょっと話で、今日出てたのかな、昨日、要はね、言ってたじゃないですか、なんかこたつでちゃぶ台囲んで
ちょっと貧乏な二人が結婚してね、最初はいいですよ。しかしいつまでもなんかその関係だけで僕たちはもうね、その何お金なんかなくたっていいんだって、でそのパートナーを幸せにしようと思っていない人というより、ね、要はそれが幸せだって信じ込んでる人、わかりますか。もあのなんて言ったらいいのかな、その人に対して本当にそのもっともっとその大きな豊かさを上げようと思わない人、こっちもね目指してないからね、別にお金じゃないっていうふうに言うかもしれないけどって、だけどね何言いたいかって言ったら、あなたの夢とかね、例えば夢とかですね、不安とかってあるでしょ。これをね具体的に書き出していくんですよ。具体的に書き出していった時にね、やっぱり残念ながら僕も含めてまだそうですけども、ほとんどの人もうね、僕はね 95% 以上って言い切っていいと思います。具体的にですよ、やってみたいもの、欲しいもの、夢ガーッと具体的に書いてみてください。今嘘だと思ったら一人一人にガーッとさ、あなたの欲しいものね、わーっと言ってったら1分以内に言ってくれたら僕が全部あげますって言ったとするでしょ。具体的に愛が欲しいとかそんなんダメよ、わかりますか。具体的なことよ、ね、そういうの全部書いてったとしたらね、まずお金です。お金で解決するという事実をもうちょっとね頭の中に入れた方がいい。そしてこういうものを解決した後にお金じゃないっていうのは正しいんですね。だけどその人はねお金じゃないって言いませんよ。お金だけではないってね、そういう言い方するでしょうね。でね、なんて言ったらいいかな、例えばね、僕の子供もですね、今3人いるんですけども、一番上の子がですね私学に入ったんですね。でその僕は、どうせ高校でさ受験する、中学校で受験するんだったら3年早いだけのことですから、だったら勉強してね、で、それだけのいい環境をですね手に入れれるんだったらよ、行ったらいいじゃないっていうことで、あるとこ受験しましてですね、今寮に入ってるんですよ。どれぐらいかかると思う、教育費だけで。入った時がね、入学金とかどうちゃらこうちゃらで50万ですね。それで寮に入りますからね、寮の支度金とかどうとかこうとかで30万ですよ。でね、毎月もちろん洗濯とか全部やってくれるんですけど、食事も毎月の寮費がね11万円すごいでしょ。それでもっと極めつかんだよ、寄付とかどうとかで、1学期ごとにですね40万です。これ計算していくとね、1人の子供300万かかりますね。しかも帰省するお金とかさ、1ヶ月往復で1万円ですからね。 でもねその代わりいいよ、担任がもう本当に2人も3人も4人もついてるし、で寮ではずっと見てくれるしね、もう本人エンジョイしてますよね。で今度何言ってきたかって言ったらね、そのイギリスにハロー校ってのあるんですね。ハローって書いて、これ名門なんですけどね、そこのところにですねちょっとお父さん留学したいと、ね、短期留学ですよ、夏休みの間にね、中学校1年で、僕はね中1ぐらいでね行くのいいと思うんですよ。なぜかって言ったらね、中学校1年ぐらいで、彼は昨日も話したみたいにちっちゃい頃連れてってますからね、ヨーロッパとか、何かその異国の文化があるってのは分かってますから、で中1ぐらいで感受性の強い時に生かしたらいいかなみたいな、いくらかかると思います、結局金なんだよ。みんなそうじゃん、だっていやそれはいけったって後で請求書きますからねいくらかかると思いますか。78万円だってね。で何言いたいかって、でも僕はいいですか、見栄とかで言ってんよ、分かるよね、顔面のメンバーだからね。そういうことをね、そんなにさ、僕もこれからですから本当に成功していくのはね、そんなにね、豊美さんのようなまだライフスタイルは作れないけれども、ただねそういうことをやる、それだけのねものは作ったっていうのはやっぱりちょっとだけねよくやってきたなと思いますね。2番目の男の子も年子でなんかどっか受験するみたいですけども、やっぱそれはいると思いますよ。僕はいい、学歴で言ってんじゃないんだよ、やっぱりねそれだけのね状況、僕はねよくあるじゃない、できないっていうのはもう絶対ダメだね、だからできない。でもね、状況を認めるということとできないということは別物ですよ。何言いたいかって言ったら、そういうようなところで勝ち抜いていかなければいけないんだ、勝ち抜いていったらじゃない、勝ち抜いていったところでどうせうちの子さんに雨やんだからさ、将来さいいわけよ別に。でもそういうところでやっぱ頑張っていく、やっぱりね自分を磨くプロセスってすごく重要だよね。で磨いた後にこういう結果があるということをですね見せておくのが僕親の一つのね責任だと思ってるんですよ。例えばそういうようなところでちゃんと教育やりますよ。僕はねやっちゃいけないことやってもむちゃくちゃしばきますからね、今でもね年に2回ぐらいしかやりませんが、その時は爆発したら大変ですよ。でも何言いたいかって、心のファウルの線を教えといて、であとはですねやっぱりこうやったらこれだけのものがある、さっきのちゃぶ台囲んで幸せだねって言ってる人たちはね、残念ながら選択肢が狭いね、努力をしたら何があるのかっていう、ね、そういうフィールドで努力をしたことがないから。何言いたいかってね、サラリーマンっていうのはさ、努力しても努力しなくても一緒じゃない、一緒でしょ。あなたは例えばですよ、今ほとんどの人サラリーマンだと思いますけど、来月ね
分かったって、もう寝る暇も惜しんでですよ、会社に泊まり込んで、わーってやって、仮に業績をですよ、ちょっと2倍ぐらいにしたとしたって、あなたの給料なんか上がんないでしょ。要は努力したってしなくたって大差ないのがサラリーマンの世界ですよ。そういうような中で、ずっと暮らしてくるからね、本当にその愛してる人をさ、豊かにしようなんて全然ないわけよ。でも俺は子供に何を教えたかったかったらね、いい、金があれば何でもできるってこと言ってんじゃないんだよ。努力をすれば、ね、要は選択の幅が広がって、ね、しかもその結果に結びつくところで努力をすればその結果がでかいということをね、そういうことを教えたいんですよ。あのね、羽田圭次郎さんからもらったニュースレターで面白かったよね。なんかね、コメント書いてるんですよ。あ、なんだったかな、貧乏の、金金金と汚いぞと貧乏なパパは言う、ね、お金は頭で使えと豊かなパパは言うって、で、なんだかな、そう、あの、うまい話には裏があると貧乏なパパは言う、ね、チャンスは自らの手でつかめと、あの、豊かなパパは言うってね、面白いでもね、そっちの豊かな方のパパになりたいよね。やっぱ最終的にかっていうか、そういう選択の幅を表現した収入であるという。で、アムウェイは紛れもなくここです。この収入を提案したわけよ。じゃあね、ただこの収入にどういうものがついてるかっていったら、これ時間です。時間がセットアップされている。収入と時間が両方ですね、成り立っているタイプの収入を何ていうか、権利収入ですね。権利の収入を取っていませんかっていうのがですね、アームやる目的です。権利収入の真反対にある収入のことを何ていうか、労働収入って言います。読んで字のごとく、労働収入っていうのは、いいですか、働いている時に入ってくるタイプの収入ですから、逆に言ったら働けなくなったら入ってこないんですね。大きな特徴、収入が多くなれば必ず時間少ないです。時間が多くなれば暇ですから収入が少なくなる。これが労働収入の大きな特徴。権利収入、一度作ってしまった権利から繰り返し繰り返し入ってくる。今回の地震でも私は思いましたね。やっぱりもう今ね、不動産なんていうのはね、本当に意味では権利収入じゃないですよ。ボッコボコ地震が起こってるでしょう。もう終わりよ。あのね、神戸なんか行きますと今ね、もうね、家を買おうっていう考えの人相当減りましたね。家はもうね、賃貸でいい。わかりますか？家買って地震が来てぶっ壊れたらもうローンしか残んないんですよ。だからもう賃貸でいいみたいな。もうそれは何を言ってるかって言ったらね、そういう不動産がね、権利収入としてのその魅力に対してね、不動産、そういうものの不動産がですね、なんかあんまり魅力がなくなってきたということですね。で、この権利収入を取ろうと思ったら、2つの人が今まで取れてきた。才能がある人です。本を書くとか曲を作るとか、なんか新しい商品をね、開発するとか、才能がある人だったら権利の収入取れます。そしてもう一つ、お金があれば権利収入、権利を買ってくればいいんですね。アントニオ猪木がタバスコ買ったように、権利を買えばいい、莫大な金です。しかし、ほとんどの人は才能もお金もない。そこでアームウェイなんですね。アームウェイというのは、この二つがなくても、今言った結果、ね、結果に直結するような、しかも、あなた、権利収入でしょ？時間とお金がですね、両方並び立ったとしたら何でもできますね。こういうようなものをですね、提案したんです。じゃあどういう形で提案したかといったら3つです。まずこれ、アーメンの基本原理ですね。自由、平等、そして安全というね、こういう条件でアーメンは提案してきました。自由です。一言で言いましょうか。まあ、ノルマがないとか、在庫の強制がないとか、フリーテリトリーとかいろいろありますけども、そういったものを踏まえた上でね、いいですか。今のあなたの生活を激変させることなく、この権利の収入をね、今あなたが取ってらっしゃる収入に、もう一つオンさせてみませんかということです。ダブルインカムの提案です、入り口は。ダブルインカムってすごいんだよ、皆さん。ね、あなたたちが今取ってらっしゃる収入は、いい？食べるための収入です。そうでしょ？夢を実現させるための収入ではありませんね。もしそうじゃない、僕の言ってることに反対だと思うのは、雨なんかやめる、やる人ありませんよ。あなたの仕事は夢に直結した仕事なんだっておやりになったらいいんです。何も迷う人ありません。僕はアーメイだけが唯一絶対のものだなんて言うつもりありませんよ。何言いたいかってね、忙しい、時間がない、暇がない、才能がない、金がない、こういう人たちがあなたの夢をよ、いいですか、まず最初の条件、今の生活を極端に変えることなく実現させていく方法がアーメイだって言ってるんです、ね、だからね、自由、今の生活を変えなくていい、そして平等、これはね、仕入れ価格が平等なんですけども、先がちがないって言ってます。後にあった先にあった関係ない、先がちがないんです。これがね、平等です。そして安全、損をしないんですね。 100% 現金返済保証です。もうね、普通の忙しいサラリーマン、普通の人がですね、夢を実現させるための収入を取る手段っていうのはね、もうね、もうもしこういう条件でね、雨があるんであれば、そうあるんですけどね、
これであればもう雨ぐらいしかないんじゃないですか、多分ね。でこういう条件のもとで、あとね、今から9つのですね、切り口で雨見てきます。まず1つ目の切り口です。資本金のチェックです。小資本であること。雨の資本金は8240円です。普通おそらくね、猪木さんでもあのタバスコ買った時は大変な金だったと思いますよ。 億ぐらいの金出してですね、その権利買ったんじゃないですか。雨は8240円です。2番目、扱ってるですね、製品の価格帯です。これね、小価格帯のものがいい。雨もですね、小価格帯なんです。ちっちゃい価格帯でしょ。そして3番目、消耗品がいいんです。消耗品、雨も消耗品です。使ったらなくなります。どんな消耗品がいいかって言ったら、社会性を伴った消耗品がいい。朝から大丈夫ですか、ね、こんな僕も9時からやるの初めてですかね、俺ね、朝からね、俺頭がぼっとしてますけど、要は社会性を伴った消耗品というのはね、基礎消費のことを言います。ケインズという経済学者がいました。彼がですね、使った言葉ですね、基礎消費という言葉です。要はそのね、景気っていうのはね、どういうふうに成り立っていくかっていうとね、こんなの成り立っていくらしいですよ。これね、これが座標であったとしたらね、ここのところが基礎消費なんです。人がいる限り絶対消費をしていくゾーンです。ここに、ね、経済の循環ですね。要はこの上にですね、消費が上がっていくと、これ景気がいいって言うんです。で消費がですね、下がってきますと、これ景気が悪いって。こうしかしこの基礎消費の部分ね、この C というのは基礎消費の部分は、ね、要は動きにくい。絶対歯磨きますね、シャンプーしますね、そういうことです。だから、ね、社会性を伴った消耗品を扱っている企業は、景気が悪くなったとしてもさほどですね、景気の変動を受けにくいですから、非常にね、要は強いということですね。景気の変動にさほど左右されない、ね、だから社会性を伴った消耗品がいいです。5番目、収益性です。収益性がないといけない。今日はこの話もですね、少しじっくりやってみたいと思いますけども、要はね、まあ、1500円ぐらいからですね、奥までつながっている話ですね。これすごいですよね。そして6番目、終身現役って言います。終身現役、定年がないオーナーだからです。そして7番目、市場性。世界35カ国ですね、中国に入りました。なんでね、世界35カ国みんな法治国家ですよ。市場性がある。そして8番目、信頼性です。信頼性、これは商品がいい、まあ、本当に高品質ですよね。それとあとこのマーケティングプランです。この完成度は高い。今ダン&ブラッドストリートでも 5A1 に日本アメが入ったところ、すごいですよね。アメコーポレーションと日本アメが 5A1 ですからね、言わずもがなです。そして9番目、これ将来性です。将来性は、まあ、あるっていう一言で言うしかないんですけども、まあ、この将来性っていうことを見ていくためにね、一つ今の時代がですね、どんな風になってるのかっていうことを今日は簡単にね、見てみたいなというふうに思います。私は昨日も言いましたようにですね、大きな会社でですね、まあ、人事制度とかいろんなシステム管理の仕事をしていました。まあ、その時に感じたことも少し言ってみたいと思うんですけども、まあ、サラリーマンに絞って話をします。サラリーマンはですね、企業の中に勤めてますね。ピラミッドです。一番上にですね、トップがいます。真ん中に中間管理職がわーっといて、一番下に兵隊さんがこういるわけですね。で毎年4月になりますと、こうやって新入社員が入ってきて、誰か辞めて、これで循環していくという、こういう形です。さあ、どうせ雇われるんだったら大企業に入りたいとみんな思います。なんで大企業に入りたいんですか。理由は2つです。まず1つ目、安定しているから。安定って何なんでしょう。いいですか、終身雇用であるということです。まあ、今60歳ですか、60歳ぐらいまでは悪いことしなければクビにならない。そしてもう1つは年功的な賃金って言います、ね、あなたが1つ年を取ると賃金表に従って給料が1万か2万か上がってくるという。しかし今ね、これ後で言いますけどね、企業がね、こういうことをもう放棄したってことですよ。企業が、ね、これが保証だと思ってあなたは入ってるんだけど、企業はもう今そんなものを、ね、否定してますからね。そして2番目、ステータスです。ステータス、大きな企業に入ればその名前であなたの人物がどうであろうが関係なくあなたは評価されてきますね。ですからこのステータス、ね、どこそこ会社の例えば NTT の取締役人事本部長小泉なんてどうでもいいんです。 NTT という会社があって、取締役人事本部長ってこの響きであなたが評価されますね。それがですね、ステータス、所属価値です。どこに所属をしているかという所属価値なんですね。で今日のテーマ、その所属価値からですね、あなたは何ができるんですかという、どこに所属しているなんて関係ない時代がもう来てるぞということです。あなたの仕事は何ですかと、もう少し言いましょうか。あなたはどういうふうにあなた自身の豊かさをね、あなたの仕事、あなたの生活の中で具体的に作り上げてるんですかという、そういうことがね、評価される時代になってきますよということを今言ってるんです。さあ、大企業がね、どういう人を採用するか。高い学歴の人を採用します。高学歴の人を大企業は採用します。
高い学歴の人をですね作ろうと思ったら、ね、非常にですね子供に対して高コスト化してきます。高いコストがですねかかってくる。だから家族はですね少人数化してきます。そんなにそうそう子供作れません ね。だから1人とかですね核家族化してくるわけです。3人家族って多いじゃないですかすごくね。でこんな中で私はその人事制度をですね21世紀に対応する人事制度をですね作るためにはどうしたらいいんだろう、まあ、こんなことをですねもっともっと複雑に考えています。でさあじゃあ人事制度をですね作り上げようという時に大きな問題が起こった。それは海外から批判食らったんです。日本人はね働きすぎであるという時短です。労働時間短縮と言います。で要は年間の労働時間2300時間をですね1800時間にしろ。いいですか。どんな企業もそうですよ。国とか労働組合もね日本国政府が1992年までに、ね、日本における基幹産業のほとんどを1800時間にするってね国際公約したんです。その背景はですよバブル経済です。いいですか。泡吹くのようにボコ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 ですね非常に経済がですね潤っているように、ね、見えていた。しかしね実態はバブルですからこうやってねそのバブルが弾け飛んでみると大変ですよね。バブルの時のツケがどれくらいか知ってますか。70兆円と言われてます。ピンとこないでしょう。70兆円このうちねいいですか処理が済んだのが2兆円と言われてます。今経済何が一番問題かって言ったらねこの68兆の不良債権がとりあえず回ってるんですよ。まだほころびないで。この61兆ってどれくらいの額わかる、ね、1000万わかりますね。イメージできますね。1億イメージできますね。1000万が10個です、ね、10億イメージできますね。100億イメージできますね。1000億イメージできますね。1000億に丸一つけてです。わかりますか。 1万億わかりますか。それが70個あるんです。大変な数字なんだよこれ。でこのね、まあ、こういった、だからとりあえず日本人もね、面白いよね、もうみんなで渡れば怖くないみたいな感じでさ、もうそんな中で、やれ、休もうって、これもちょっと後で言いますけどね、で労働時間短縮ってのはどういうことかって、働く時間を短くして、あなたの給料はそのままにしてやるっていう、建前はね、そういうことですから、従業員の側と、いいですか、ね、要は会社の側に分かれてくる、従業員の側は、とりあえず時間ができたような錯覚を持ちます。1日8時間働いてるあなたを7時間で帰ってもいいよっていうのはね労働時間短縮だからです。しかしあなたには8時間分の賃金あげましょうと。一見ね時間ができて豊かになったのは錯覚に取られます。ところが日本のですねいいですかサラリーマンのほとんどのですね賃金を下支えしてるのはこれ残業です。これね残業をゼロにしないと。だって2300時間っていうのはね残業ほとんどですからね。残業をゼロにしないと労働時間短縮なんてできません。残業のゼロ化ということをねもう徹底してやっていくんですよ。わかります。残業がゼロになった瞬間にもうね年収が去年より下回ってくる。そうするとね少しぐらい時間があったってね全然豊かさ感じませんね。私近畿で何やったかってね週休3日制なんかやったんですよ。実験いいと思わないね。奥さん嫌でしょ。旦那がゴラ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 ひどいねひどいやつだと昼間からビール飲んでますからね。ねもうでかい子供がもう一人増えたようなもんですよね。奥さんがパートに行き出すんですね。面白いですよね。どこが豊かなんだみたいな感じですが、さあじゃあ会社の方はどうかって言ったらね、会社はコストアップです。分かります。あなたを8時間で働くあなたを家にそのまま7時間で帰しちゃったら、あとの1時間仕事をもう辞めるんですか。そんなことないでしょ。何もしなかったらね、人を入れないといけないからコストがアップしてくる。そんなことできませんから、どうやってやるかってシステムを根本的に見直しをしてきます。システムってやつをですね要は変えていくんです。だから私の仕事はこれシステム入ってきましたね。でそのシステムを変えてなんとかね、会社ってバカじゃありませんから勤務シフト組み替えたりいろんなことやってきます。バカじゃないからこれでなんとかですね乗り切れるかなと思った時に、ここがこのバブルが弾けました。そしてバブルが弾けた時に弾けた結果として何が出てきたかって言ったらね、これ後でついた名前ですが平成不況です。超デフレ経済ですね。要はデフレってしてますか。物の値段がですねどんどん資産価値がですね下がっていくと言います。これはねインフレよりもですねかなり厳しいですよ。でね要は経済が破綻しました。その時にですね企業っていうのはねこれやっぱり1年間のですね収支で見てきますから、このねもうシステムのねそのなんていうんですか改良なんかで乗り切れません。さあ何をやるかね、ここで企業がやることは経費です。経費をですね削減していきます。どういう経費を削減するか、物の経費と人の経費を削減するんです。まず物の経費、ね、いろんなですね人以外の経費でいろんなことやってきますけども、これはたかが知れてます。急激に回復しないと困るんですよ。株主とか銀行とかにですねやっぱりね、銀行にもちゃんと収支っていうかその営業内容を報告しないと次金貸してませんからね。株主に対しても報告義務がある。急激に回復しないというのはその時は決まっても人です。
人件費です。もう人切るのが一番早いんですよ。もう不況になってきたら最初にどこに手をつけるか、パートアルバイトです。パートアルバイトは徹底して首切ってきます。ないしはもう労働条件極端に悪くして構いませんかね。別にこの中でパートアルバイト言ってる人ね、要はね、すごい重宝がられているのはいつでも首切れる存在で、しかも賃金安いからですね。だから重宝がられるんですよ。しかし何かと真っ先に切られます。そしてサラリーマン、正社員のですね、標準人員ってやつは今もう半分以下になってます。この前仙台でですね、そのソニーのね、ソニーで頭脳集団ですよね、そういう彼らの話をですね、ちょっと聞いて、堀前さんのところのね、そのアップの木下さんってエメラルドちょっとお友達で、たまたま仙台行った時にですね、ソニーの人たちといろいろお話をしてましたけど、大変ですね。やっぱソニーもですね、僕の言ってる通りですね、もう半分以下だそうです、人員は。そしてまあ物の値段下がってますから、後で言いますけども、物の値段下がってますから仕事量多いんですね。どういうことかと言いますと、いいですか、人の経費をね、その削減していった時にどういうことが起こるか、今言った話なんです。仕事というのはね、ダラーベースで見ていく見方と、もう一つはユニットベースで見る見方があります、ね、ユニットベースというのは数量なんですよ、個数です。例えばこの、ホワイトボードマーカー1個1本1万円とします、ね、これを100本売れと言ったら、100本というのがユニットベースです。でこれ1本1万円ですから、ね、1万円かける100本で100万円の売り上げになりますね。100万円というのがこれダラーベースという意味です。わかりますか。会社は常にダラーベースです。何個売れたかなんて関係ありません。最終的にはお金ですからね。じゃあ今どういうことが起こってるか、さっき言ったようにデフレ経済です。デフレ経済というのはね、物の価値がね、減少していくんです。ソニーでもそうです、言ってました。もうね、半分以下になってます、価格がとね。このね、このホワイトボードマーカーが1万円が5000円になってるんですよ今。さあ、あなたの仕事量は、あなたはね、要はユニットベースで仕事をしてるって言います。作業員の人がするんですね、ユニットベースでね。さあ、去年と同じように100本売りました。あなたは去年と同じ仕事量したんです。さあ、これ5000円でもいくらですか。50万円の売り上げしかないでしょ。会社はダラーベースです。100万円売らないといけないのに、あなたは結果的に仕事量は去年と一緒だけれどもね、売上高として50万しか売れてないんです。さあ、会社なんて言いますか。もう50万円売ってこい。しかしそうすると、もう50万円売ろうとしたらもう100本売らないといけませんね。だけどそれを持ってきて、あなたの職場は半分以下の人員になってます。しかも建前は残業ゼロです。さあ、何が起こるでしょう。残業ゼロの間に一時入ります。残業代がゼロ、サービス残業ですね。もうこれが吹き荒れてます。休日出勤ね、要はもうね、会社のためにね、で昨日もちょっと富山さんと冗談でね、ハロートークセッションやってましたけどね、本当になんかひどい会社なんて、オウムとよく似てるよね。そうじゃん、もうお布施みたいなもんじゃん、サービス残業って。そうでしょ。でね、もしダメだったらですね、例えばよ、サービス残業でなかなか表出ないよ。もしサービス残業告発したとするでしょ、本当に悪意であるということがね、立証できたとしたらね、間違いなくそこのトップ飛びますよ。なぜか分かりますか。労働基準法第36条違反だからです。ひどい場合には、本当に悪意があった場合には労働基準監督署が入ってきて刑事罰がつきます。それぐらい重いんだよ。泥棒ですからね、早い話が。当たり前じゃん、だって働いたことに対して賃金不払いですからね。いい、これ刑事罰なのよ。前科一犯なんですよ。分かってないでしょ、みんな。だから管理監督者はね、もしこういう問題が出た時に異常に緊張するんだよ。必ず研修受けてるはずです、管理監督者の。で、なぜ管理職の手当を払うかといったら、そういう問題が起こったときに、上に行かないため、そこをしっぽ切りできます。だから、こんな問題出てきたら大変。だけどなんですよ。もしそんなことを言い出したとしたら、これはもう大変ですね。とりあえずごめんなさいって頭下げます。しかし、必ず報復が来るでしょうね。わかりますか？オウムで辞めようとしたやつがなんか殺されますね。そこまで行かないけれども、必ず、ね、どういうことをされるかといったら、ね、少しほとぼりが冷めた頃に、その人のですね、人事効果がですね、急激に落ちますね。当たり前じゃないですか。今会社の中でよ、もうまともにそのね、評価をですね、ワーッとしてったらね、いい評価なんかもらえるやついませんよ。予算なんか達成できるほど甘くありません、予算は。でも前は、例えばスーパーだったらロス出したなって、ロスなんか絶対出ます。万引きなんかあるからね。でみんなしてるのにさ、こいつだけやられるわけさ。しかしみんなと比べてるんじゃないんだと。お前の数字見たらお前こうなってるんじゃないかと。お前売上の予算言ってないじゃないかと。みんなも言ってませんって。バカ、みんなはどうでもいいお前だみたいな。わかりますか。そしてですね、どんどん人事効果が下がっていくみたいな。そういうのが嫌ですから、みんな言いません、これ。だけどね、みんなストレスに思ってるんだよね。わかりますか。でもこれで回るのかと思ったら回らないんですよ。だからね、日本経済ね、何が悪くしてるかって言ったらね、そういうサービス残業がね、ますますね、日本のその企業の会社のですね、競争力を低下させてますね。わかる。
要は本当はそんなようなところを置いといて技術でカバーしていかなきゃいけないものを何か何人かの犠牲の上に成り立っている場合が非常に多いじゃないですか。しかしね、それでも拭えないんです。それでも拭えないから何が出てくるかといったら人因整理というのが出てくる。わかりますか？人因整理です。リストラと言います。どこがリストラされるか、ここです。入社してから20年ぐらい経った人たち、最初にやられた人たち、40代後半です。40代のですね、半ば以降の人たちが最初にですね、首を切られました。なぜかわかりますか？日本経済が根本的にですね、変わってきたからです。どういうふうに変わったかって言ったらね、今までは日本経済っていうのはね、物経済だったんです。物中心の経済です。物経済の基本っていうのは、いいですか、基本的にですね、物が足りない。そして何よりも技術が確立されていません。だから不良品が出るんですね。そうした時にこの人たち、入社してから20年ぐらい経ってます。いろんなキャリアを積んできました。そういうね、基本的なその ものが壊れたであるとかね、比較的品質の悪いものに対して対応しないといけない。この人たちが対応できるんですね。だからこの人たちのやってる仕事というのはそんなにね、大した仕事ではないんだけれども、いてくれるだけで安心みたいなね、そんなようなことがあったんです。ところが今その物経済がですね、基本ね、どういうふうに移行したか、情報経済に移行してしまいました。もうね、基本的な技術完璧です。どんなことでもできます。もう事業というのはもうその国の枠を超えてますからね。今ね、今の仕事を決めるものは何かといえばですよ、どれだけいいものができるかということよりは、当然ここはいつもね、永遠の命題としてはあるけれども、そういうことよりは誰がどこでそういうものを何個どういう条件で欲しいのかというね、この情報をいっぱい持ってるやつが勝ちです。ベースは粗悪品が少ないからです。例えばその時計にしたって昔はディスカウントストアで売っていたけれども、今はね、あ、違う、昔は時計で売っていたけど今ディスカウントストアで売ってるじゃないですか。そうでしょ。専門、昔ね、成功しようとしたらプロにならないといけなかったんですよ。ここね、雨でも重要ですよ。プロフェッショナルにならなければ成功できなかったんです、昔は。プロフェッショナルになるということは5年か、少なくたって5年ぐらい、まあ普通10年ぐらいの修行をしないといけないんですよ。修行をしてプロフェッショナルになっていくことが成功だったんです。ところが今、基礎的な技術は何でもありますから、プロフェッショナルになる必要ありません。じゃあどういうふうにね、ビジネスが移行してきてるかといったらね、情報です。つまり窓口なんですよ。窓口をいっぱい持ったものが勝ちです。そういうところで見ると、アムウェイぐらい強い企業はないでしょうね。皆さん一人一人が窓口じゃないですか。わかりますか、この意味は。一人一人の扱ってる高は少ないかもしれないけど、それぞれが直でアムウェイとつながってるんですよ。アムウェイのね、強みは何かといったら、そういう意味から言うね、情報の部分からも、一つに今まで言ってきた物流っていうか、その物を作って流すというそういう流通の部分から見てもね、製造と販売が一体ですね、正反一体のビジネスって言います。これは強いですよ。ないですよ、今までそんなのね。でこの人たちが今言った状況ですから、もうね、用なしになってきます。そしてこの人たちの大きな特徴、年収1000万円ぐらい取ってます。大企業の人たちは何にもしないやつが1000万円取ってると思ったら、さあ一番最初に首切られて当然でしょ。今の首の切られ方はどういうふうにしてるかって言ったらね、いいですか、この中で40代以降の人、お友達の人言ったってください。あのね、根拠のない昇進をした時、これやばいですわかりますか。根拠のない昇進ね、要は2階級特進とかね、うわ課長になったとかね、なぜやばいかわかります。労働組合員の間はね、企業首切れないんです。ユニオンショップですね、中で労働組合でしょ。でところがね、管理職になるということは非組合員になる。非組合になった人は1ヶ月前に通告すればそれで OK です。例えばあなたのご主人がさあ昇進しました、課長になりました、労働組合員から非組合員になりました、さあそれで1年後に会社からはい来月辞めて、それであなたはどこに告訴しようがあなたの負けです。そういうふうになってるんです、ルールが。でそんなことがあったら冗談じゃないというので作ったのが管理職の労働組合でしょ。東京で企業を横断化してさ、管理職の労働組合のテーマは唯一自分たちの首切りのことだけです。それはそうですよね。企業また企業界またがってるのに、うちの従業員食堂にさジュース置いてくれみたいなさ、そんなこと言いませんよ、ね、でそこの管理職の労働組合で今もう本当に深刻な問題になってきてるのはね、首切り問題ですね。もうとにかくね、今激しいらしいですよ、ね、で要はこんなようなところからですね、今具体的にはどうなってきてるかといったらね、30代までこれがね広がってきている。会社を支えているのはこういう若い人たちですね、要はこう入社して20年経ったこんな人たちはありません。入社して5年目ぐらいからですね、比較的若い層、給料安くて頑張ってます。この人たちは誰を見て頑張ってきたんでしょうって、ね、自分の10年先20年先を歩んで、
ね、要は最初は厳しかったけども年収1000万円取って、そしてね、要はやっぱこの会社に勤めてよかったなとそれなりに言ってると、そういう人たちを見て、さあ俺もって、だから今の俺たちも順番なんだからしょうがないなと思ってやってきてるのに、さっき言ったこの生理がパイオニアから始まった瞬間ね、ここが首切りされてる。それを見た時に彼らがね、ちょっと待ってくれよって、俺たちこんだけ頑張っても先はあれかよと思った時にね、この中の仕事のできる層が何て言ったかったね、今払えということを言ってきました。 Pay now です。今払えって、やったらやっただけの仕事評価してくれっていうようになってきたんです。最初会社はですね、冗談じゃないって言ったんですね。ところがね、今確かに言われてみればそれはそうだみたいになってたんですよ。ということはこの Pay now が行き着くところは何だと思いますか？年俸制です。これしかないでしょ。年俸制というのはやったらやったやつには評価するけども、やらないやつは評価しないということですからね。そして交渉が個別になってきます。賃金表がなくなってきますね。そうなるとさ、これ近い将来日本の労働組合ってやつはね、根本的にそのなんていうんですか、こうまあその活動方針ポリシーってやつを変えざれなくなってくるでしょうね。もう政治にシフトするしかしょうがないんじゃないですかね。要はこのペイナウというやつがね出てきたところで、年俸制に移った時に毎年毎年クリアできるわけじゃありませんね。予算が、ノルマが、だからここまで広がってきた。それともう一つです、バブル。このバブルが効いてるんです。このバブル、70兆円の不良債権作ったこのバブルがね、バブルの時にね、猫も杓子もね採用しました。でこれがね、この人口ピラミッドがね、ここだけね、この三角形があるとしたらね、この部分だけね、異様に膨らんじゃったんです。こういうふうにこの部分ね、余分なの、異様に膨らんでます。ここがでね、膨らんだだけならまだね、それなりにマシなんですけどね、猫も杓子も採用しましたからね、実力の差が歴然だそうです。だからね、企業は今ね、切りたいのはここはもうガンガン切ってきます。こことね、この若年層を切りたいんです。多すぎる。だからいいですか、新卒の人のですね、採用条件はこれからますます厳しくなりますよ。女子大生半分が就職できてないの知ってますか？どうします？これね、社会問題です。今若年層の失業率 7.9% になったんですよ。欧米では 20% ぐらいあります。で企業の側としてもね、少しぐらい若くたってね、要はバカ採用したらしょうがないですね。で何言いたいかって言ったら、そのこうやってそれでなくてもこう膨らんでるところね、で要はもう採用なんかしたくない、むしろ首切りたいんです。ところが昔さ、フリーターなんてあったじゃない、今ないよねそんなもん ね。で何言いたいかって言ったら、そういうところを持ってきて企業は何言ってるかってね、要は社会問題なんですよ。学校出た人が就職できないっていうのは、だったらね、国に言ってるんですよ、取ってあげましょうって。その代わりここです、40代30代以降こういった人たちの首切り、これをね、要はね、雇用調整って言います。かっこいいね言葉は。首切りです。雇用調整は柔軟にやらせてくれって言ってるんです。いいですか、まあ、ガチャガチャいいなやって、その代わりここ取ってあげましょうって、んな嘘ですよ。よく聞いたいんですよ企業、あなたが経営者だったらね、それはもう自分、まず自分ですからね。会社はあなたを幸せにするためにあるんじゃありませんからね。わかりますか、あなたを成功させるために会社は頑張ってんじゃないですよ。原点はその社長さんが豊かになるために作ったんですからね。そうでしょ、ここ間違っちゃいけないんですね。さあこんな感じでですね、時代が推移してきた時に、ね、この、ね、バブル経済、あの平成不況のですね、中身を少し言っておきます。3つの神話が壊れたって言われてます。まず1つ目の神話、株と土地です。株と土地がですね、基本的にもう根本的にその価値をですね、失いましたね、バブルの崩壊で。でね、日本の巨大企業は高いロームコストを株と土地の含み益で吸収してきました。株と土地の価格が下落したもんですから吸収できません。ますます資金がないし、そのね、そのやばい経済的に。でその結果ですね、で要は十分な給料払えませんから、ね、要は何がぶっ壊れるかといったら消費です。消費は日本のマーケットにおいて消費は拡大し続けるという神話がね、ぶっ壊れました。全然売れません。今何が一番サラリーマンの中でこう恐怖感かといったらね、家のローンですね。いいですか、そのバブルの時にそれなくても高く買ってるでしょ。ローンはね、月払いとボーナス払いがあります。月間の方は残業ゼロだろう何だろう、それなりにですね、突き詰めてまあなんとかコントロールしようと。しかしボーナス出なくなったらどうしますか。ボーナスというのはね、一時金というのはね、別に企業の業績悪くなったら出さなくたっていいんですよ、ね、これね、今すごく多いのは商品券と併用ってやつがすっごく多いです。商品券もらって家のローン払えます？あなたの会社はね、でかい会社ならいいですよ、ね、なんか百貨店とかスーパーみたいに。ところがね、僕北海道なんかでもびっくりしちゃいますけどね、北海道地場スーパーの自分のところで買える、そういうものをね、ボーナスに組み込んで払ってる会社いっぱいありますよ。それでもまだ出るだけマシだって。
消費なんてね拡大してくるわけありません。今ね、あのね、いいですか、僕アーメンはね夢だと思うんですよ。絶対夢を語らないといけないんだけどね、切り口だけはね、いい、例えばさ、地震で家ぶっ壊れて、ね、もう全部財産失っちゃって、でも頑張ろうって言ってる人に夢がありますかとは聞けませんね。でしょ、貧粛ですよ、そんなん聞いたら。分かっとけって、幅を持たせろってことを言いたいんですよ。でもだから一般大衆っていうのは、夢という言葉がもうほど遠いです。ここを分かって夢を話していかないと浮いてしまいますよ。俺はね、これはいいの、絶対夢だよ、夢は。だけども入っていくときにはそれだけの幅を持たせた方がいいということを喋ってるんです。消費は拡大しません。じゃあその結果ですね、物が消費拡大しないということは物が売れないということですから、で何がぶっ壊れるか、完全雇用の神話がぶっ壊れます。完全雇用の神話、わかりますね。要は今言ったようにですね、失業率がガンガン上がってくるということです。でその結果ですね、時代はちょっとここで言いましょうかね。今ね、何が、昨日もちょっと喋りましたけどね、何が一番問題かってね、まあ大和銀行の1100億だそうです。これ皆さんに絡むんですよ。みんなさ、ああいう話を聞くと人事と思うですよ。とんでもないですよ。大和銀行がニューヨーク支店で1100億のですね不良債権出しましたね。組織ぐるみじゃないかって、ここが一番やばいんです。だって支店長が何代も変わってその事実を知っていたのに出さなかったんですね。その背景はね、こういうバブルのですね、泡袋の金があって、なんとかね、なんとか作られたんですよ。で今これ何が一番問題かってね、日本の金融システムというのは、これだけいい加減なのかって、わかります？信用問題なんです。だから海外のね、要は特にニューヨークに、ニューヨークって世界の銀行集まってますよね。例えば輸出入で金が一時的に足りなくなったとか、どうたらこうたら、全部やっぱりね、海外の銀行から金か回してもらってるんですよ。それでなくてもね、日本はね、信用がないんです。なぜかわからないけど、これだけの国際競争力を持って、これだけ GNP が高いにもかかわらず、日本がですよ、日本とある国がね、同じアメリカの銀行からですよ、例えば100億借りようとした時に、こっちの国と日本の国、日本のは経済力高いのにさ、ジャパンプレミアムって言って、日本のが金利高いの知ってますか？なぜって、ないんです、信用力が、なぜかね。でそうなって、その上にこんだけいい加減なのかって、少し反発もあったでしょうね、バブルの時に。根拠ない金がいっぱい動きましたからね、不動産買い占めたりね、もうね、信用できへんって、下手するとニューヨークで商売やらさんぞって、そんな声まで聞こえるんですよ。ニューヨークで商売できないということは、んなもんね、これはもう致命傷ですよ。でそこ持ってきて2番目の問題はね、住専の問題って言われてるんです。今住宅金融専門会社ってのがあります。これはね、昔ね、個人向けのですね、家のローンってやつをね、銀行がやらなかったんですよ。どこがやったかって、住宅金融専門会社8社がやったんです。銀行からお金を借りて、そこに自分たちのその事業を回していくね、ための若干の金利をくっつけて、そして個人向けにですね、家のローンをですね、その貸し出ししてたのが住専っていう会社なんです。ところがね、僕はね、本当にね、銀行、あんまりビール入ってるのあんまり過激なこと言えませんけどね、銀行って腹立ちますね。なぜかって言ったらさ、公務員とか先生とかどうとかで、そういう公職の人を除いたらさ、どういう業種が一番硬い業種をイメージします？やっぱ銀行って硬いって思うじゃない。俺はね、結果的に言ったらね、それ全部と言いませんよ、その上の方のやつらがね、やっぱりどっかね、そいつらこそあぶく銭だよね。もう、ま、もうほんとネズミ子と一緒じゃない。土地コロナし結果的に当たる、どん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 金回してさ、世の中拡大しといてさね、それでね、例えば俺たちって偉そうな顔してるよね、銀行の人たちってさ、特に知ってますか、融資のあれとかさ、本当に偉そうな顔するんだよ、ね、で、まあまあそのどうでもいいけど、でつい感情はね、僕はバカ野郎みたいなんですよ、わかりますかいや、あなたじゃありませんみたいないや、でね、何言って、そうそう、でね、その重線問題で、銀行はなかなかね、重線がね、ぐーっと業績上げてったんですよ。それ見た時にね、これはいけると思ったんです。で重選に許可も得ずっていうかね、勝手に記者会見して、ね、要は俺たちもやりますと、個人向けのローンを。びっくりしたのは重選ですよ。そんなもんさ、自分たちは銀行から金借りて、そこから貸し出ししてるのに、大元がやられちゃったらさ、もう自分たち商売勝ち目ありませんよね、わかるでしょ。でそうした時に、じゃあどうしようかと、もう案の定重選がどん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 起こってる。その時にじゃあ新規事業ということで乗り出したのが土地開発ですね。ここで要は土地開発をしていく不動産会社向けに融資をしていったんですよ。これがまたね、いろんなね、日本のその何ていうんですか、そのちょうどこのバブルの時期に合わせてガーッと伸びていった。その時にですね、やっぱ美味しいんですね、うまみがある。それなりに最初はきちんとやっていたんだけど、そこにまた銀行が噛んできますね。銀行が紹介状を書いて、ここに対してね、要は貸してやりなさいとか、だん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 麻痺してくる。70兆もの結果的に不良債権出したんだから。
日本国民全体が、皆さんもそうです、ほとんど皆さんそう、ほとんどの人がですね、真面目に働いて、汗に額に汗して利益を得ようなんていうことをね、ほとんどの人がね忘れていた時代です。株を買った、短期間で50万儲かったとかさ、だからね、どこにしたってもう短期でこう利益なんか出るもんだと思ってるから、銀行から紹介状さえあれば重戦はバン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 金貸してた。一旦バブルが破裂してみて担保取りますよね。取った担保がどれだけの担保価値があるのかって言ってみたら、二束三文の土地、例えばね、10億円の担保で取った土地をですね、いざ換金してみようと思ったら9000万円にしかならないとかね。でしかも自分はね、その重戦っていうのはいろいろ抵当とか設定するときに順位が一番じゃないんですね。銀行に全部持って帰ってしまう、これ大変な問題です。そんなようなことでガーッと見ていった、一体どれぐらい回収できない債権があるのかって8兆です。どうしますか、8兆円ね。要はそれが2番目。それ3番目は今月の10月の27日ぐらいですか、あのワイドってやつがですね、一括で償還になるんですね。5兆円です。 8% から 9% の金利がついちゃってる。5兆円よ。何が一番怖いかと、この3つがね、全部複合的に絡まってきて、最終的にここです。この68兆の不良債権に火がついた時に、銀行の倒産なんてバタバタありますね。もう出てきてるでしょ、兵庫銀行倒産ですよ。あれは今都銀でやばいのは大拓殖銀行と言われてますね。要は大蔵省やっきですよ、日銀も。でしかもね、海外が見てるのは、まず大和銀行から始まって、こう重戦の問題をどうやって解決するんだって、どうやってね、要はね、これすごく難しいんですよ。ただ単に解決すればいいってわけじゃない。例えば政府が入ってきて、まあ帳消しにしてわーっと、まあ適当に会社作ってやりましょう、これじゃ通りませんね。そんなことやってるから大和銀行が出るんだろうみたいな、許さない国際情勢が、なんか経済講演会やってるみたいですね要はね、それがあなたたちに関連してくんだよ。金が回んなくなったらさ、困るじゃん会社さ。その結果ね、ちょっとそんなこと頭に置いときながら、その結果何が起こってきたかって、まず価格が破壊されてますね。その結果で今のじゃなくて、株と土地が破壊されて、ね、消費拡大がダメになって、完全雇用がダメになると、徹底して安いものしか売れなくなってきてる。徹底して安いものしか売れなくなるとね、要は次ね、流通経路がぶっ壊れます。経路、今までね、さあ、あなたね、大商社があって、大店があって、問屋があってって、それぞれ系列のですね、そういうところが全然なくなりますよ。いきなり安いものを求めて、海外にですね、経路がね、散っていきます。その結果、あなたの組織がですね、いいですか、いきなりぶっ壊れることがあります。あなたの組織に注文が来なくなったとしたら、ね、あなたの事業成り立ちませんね、会社の。そうすると、あなたは個人的に配置換えになります。しかし、その配置換えも、もうそうなってくると、企業は、あなたの食いぶちを守るための善意の配置替えではありません。何を含んでるか、リストラ含みの配置替えをやります。だから今若い人がね、うちの私がいた会社でもそうですけどね、どういう移動をやってるかって言ったらね、北海道にいた人間をですよ、青森の恐山に飛ばすとかね、わかりますか。しかも独身、これは本当にあった話です。独身女性でお母さんが難病してです。分かっているのにね、札幌から青森近くないですよ、全然東京来る方が早いよ。ものすごい不便なんだから。しかも行ってみたら、どこ住むんですかって、えへへ。ないアパートが全然、周りに。だからしょうがないから誰かと一緒に住めみたいなね。何言いたいかとも、やめなさいってことですよ。今すごく多いのは、店長、ね、スーパーですから、店長で、おっ、頑張るよって言ってる人が、1年経ってみると、ガードマンできます。もうね、やりきれないね。ほとんどやめてきますね。パチンコ屋さん、移動多いです。私がいた会社はパチンコ屋がですね、本格的に進出していくそうです、ね、パチンコ屋のですね、技術主任、区議士なんですね。わかりますか。そのいたらごめんなさい、バカにしてんじゃない。しかしです、やっぱりね、これはね、大変なですね、やっぱりこう頭の切り替え必要でしょ。ほとんどやめます。やめてくれという移動がね、頻発ですよ。組織が潰れて、そういうことです。こういうような時代背景の中でね、いいですか、あなたのライフスタイルを変えていこうと思ったら、ね、どうやってね、本当に思ってるやつなんかいませんから ね、成功者は少数派だって言うけどね、本当に成功なんて思うやついないからですよ。と同じようにね、ライフスタイルを変えようと思っても、でも中にはいますよ、なんとかしなきゃって。今ね、サラリーマンの、今日は A さん B さんいいでしょ、ね、A さん B さん分かったら違うことやりますね。あのね、サラリーマンのですね、生涯年収ってやつはいくらか知ってますか。 2億円って言われてます。2億円、2億円がサラリーマンの生涯年収なんですよ。あ、障害年収、障害賃金ね。そうして年収じゃないね、障害賃金。これ、ね、2億円の枠の中で生きてるじゃない、みんな、ね、2億円の枠の中で、さあ、あなたの休みはどれくらい、土日ですかね。しかしこの中の1日はサービス残業みたいなね、実質1日ですよね。
さあ、あなたの収入は月割りしたときに結果的にね、結果的にまあ20万円ぐらいとかね、月々。さあ、あなたの車はね、乗ってる車は乗りたい車じゃないみたいな。もう例えば旅行はね、山中温泉1泊2日ですか、いいと思いますよ、すごくいいと思うけど、本当は海外行きたいでしょ。ハワイいいですよ、すごく。しかしハワイには行けません。一生行けないんですね。1回ぐらい行ったらいいんじゃないですか。あの、全てを捨てていくんだ、行けるでしょうね。1回帰ってきたら終わりね、つかの間の人生のつかの間のひとときをね、あの、極楽で過ごそうみたいなね、そのまま本当極楽行きですよね。でもこれがあなたの枠なんですよ。提案はですね、ここです。ここを伸ばそうという、こういう提案です。ここを伸ばす方法があるか。しかしここの部分は生活でしょ。この生活を、この2億円はね、捨てられません。だから今のあなたの本、まあ、とりあえず本業と呼ばせてもらいます。本業、本業プラスアムウェイをした時のこの結果はね、ここの広がりだって言ってるんです。ダブルインカムって本当にすごいっていうことがね、あなたがね、言えてマーケティングしたらね、絶対伝わりますよ。頭の中で言ってるからだ、早くだから取ってしまうことですね。いいですか。これがね、これが結果ですよ。で、そうした時にね、この本業ってやつは一体何なんだろうと。これはね、いいですか、飯を食うための仕事です。飯を食うための仕事。このアームウェイというのはね、プラスアルファの仕事。これはね、いいですか、とりあえずスペアタイヤでいいです。とりあえずこれはどういう仕事かといったらね、あなたの夢を実現する、未来を切り開いていく仕事です。この枠を広げる仕事だってさ、今のあなたの収入にまず25万円ぐらいあったらいいと思いませんか。変わるんですよ。なぜ変わるか、枠が広がるからです。実はこの枠はね、もうね、はっきり言いましょう、お金です。お金がないからあなた今不安でしょ、不満でしょってね。お金がないからなんだよ。夫婦喧嘩の 90% 以上もまず間違いなくお金です。そうだよ。子供の教育問題とかって言ってるけど、よく突き詰めて考えてごらん。ここが無駄なんだとかね、もうこんなんカットしたらいいやみたいな、お金なんですよ。もしお金じゃないとしたらやばい、あなたたちの夫婦関係ね。お父さんに彼女ができた、あなたに彼ができた、わかりますか。これはやばいですね。ね、これはやばい。もうそうなると、それはもう確かに、でもここもお金で済ませたりしてね、そのだから今いますからね、あのウェディングベルトがってあるよね、知ってる。あれ俺多分一回見たことない、聞いた話だけどさ、完全に金だもんね、もう年取ってくるとね。誰かが愛では地球救えないってさ言ってる、金が地球救うんだって誰か言ってますよ、その通りだなみたいなね。まあそうだよね、チャリティーとか言って最初金集めてるじゃない。お金がなきゃできないです、何にも。でもそれを持った上で雨ってすごいよね。だんだんね、昨日僕言ったけど、人と自分の大好きな仲間と一緒に成長していくビジネスだからね、やっぱりね、使い方が違ってくるでしょう ね。で、まあ何言いたいかったね、ここでね、飯を食うための仕事。今あなたこれね、とりあえずプロですよね、プロとしてやってますよね。なぜか携わってる時間が長かったからです。いいですか、働いてらっしゃる方はこれだけよく頭に入れてくださいよ。あのね、ここのゾーンの仕事なんてね、あなたは2割ぐらいのパワーでやってるんだよ。それを 100% でやってるって錯覚してるだけです。あなたがもし今でも、今あなたがやってる毎日こなす仕事をですね、何気なくできなかったとしたら、あなたはよほどのバカです。悪いけど、よっぽどポーッと仕事してきたの。何でもさ、例えばさ、あのなんか中元とか聖母とかでカウンターに行ってババってこう放送してもらう人でね、上手い人って早いよね。早いしさ、いとも簡単にやってのけるよね。下手くそなやつ、時間かかってしまっただけみたいなさ、ね、要はね、熟練してないんですよ。何言ったら熟練してくると早いだけどね。だからあなたの仕事もですね、で逆に結果の出てるものっていうのはそれぐらいになってくるんです。もう少しね、じゃあ今度逆に言ったらね、結果が出ないものはね、下手くそだから時間もかかるしね、なかなかしんどく感じる。何言いたいかってね、ここを2割でやってるんだから、あとだってさ、会社でタバコ吸ってるじゃない、お茶飲みに出るんでしょ。要はね、だからやってるなんて思うなって、今のあなたの仕事2割、あとの8割のパワーをここをこっちで割くのよ、アムウェイで。わかりますか。僕はね、本当にね、もうね、分かった瞬間からね、これはすごいって分かった瞬間からね、自分なりに怒涛のようにやったつもりですよ。で、何言いたいかって、ここがない。僕ね、どうしてそんなに冷静でいられるのって、もっと燃えてみろよって言いたいんだよね。人生でさ、いいですか、結果が出るフィールドにやっと巡り合ったということをあなたは分かってますかって、そういうチャンスがここに来ているということをあなたは感じてるかってさ、感じたらね、冷めて冷静に分析なんかしてたらダメだよ。分かったやつ、物になっていくやつの特徴っていうのはね、 OK って分かったらね、もうどうでもいいんです。計画はちゃんと立てるよ、やることの。立てたらもうどうでもいいの、もうやるっきゃないみたいな、分かりますか。
もうここのゾーンがねすごく欲しいよね。でじゃあですね、ちょっとだけね、マーケティングプランちょっとだけですけども、やってみますとね、僕は今日こんなこと言いたいこといっぱいあるんでごめんなさいね、負けって言いながらです、もう知ってるもんね、 A さん B さんはね。要はアームウェイのですね、その要は魅力っていうか、まあそのね、こうやってメーカーがあってね、こう商社があって代理店があって問屋があって店があって、そしてあなた消費者がいるんですね。で例えばメーカーが20円で作ったら商社は100円、代理店に200円、問屋に300円、お店に400円、そして消費者に500円って、でこの間が中間流通マージンです。メーカーも商社も代理店も問屋も CM しますね。500億です今。ダイエーっていう企業あるでしょ。ダイエーがコマーシャル、その反則代金というのはだいたいね、全国で第何位だと思いますか。第4位ですよ。4番目に反則代金売ってるんですよ。ね、要はね、安いわけありませんね。いいものをどんどん安くって言ってる企業が全国で4番目にコマーシャル代金使ってるんだよ。だからもうやる、悪かろう安かろうみたいなさ、そんなやつもしょうがないよね。じゃあアメは何をやったんですかって、こうアメもメーカーですね。メーカーで20円で物を作ったとしたらですね、いいですか、アームウェイは店で売らない、コマーシャルをしないというのは基本のマーケティングでしょ、ね、だからお店の位置にそのあなたメンバーを置いたんです。でこのメンバーになる条件は20歳以上学生でない、そしてスポンサーと言われる人が必要、ね、そして8240円を預けるんですね。嫌になったら返せるからです。さあそうすると重要なことはいいですか、まずねメリットです。発注できます。発注権がある、これ重要ですよ。電話発注、ファックス発注、郵便発注って発注するんです。そうするとアームウェイがメンバーの家に宅配してくれる、宅配システムがある。これはね、日本のマーケットが伸びた理由です。すごいよね、一軒一軒に全部宅配してくれるんでしょ。じゃあこの時のメンバーは一体いくらで買えるんですかね。店の位置400円で仕入れることができる。400円で仕入れたものを非メンバーに売ってあげてもいい。非常にですね、ボリュームは少ないけども小売りと言います。で交流をするときにいくら売るか、この消費者の位置500円で売ってあげたらいいんです。そうするとここの利益100円がですね、小売利益で取ってみる。僕ね、最近ね、すごいここで言いたいんですけどね、アーメってね、どんなふうに伸びていくんだろうと思ったらね、こういうふうに伸びていくんですよ。こう螺旋でスパイラルに、ね、伸びていくと僕は思います。そうしたときにね、何が言いたいかって言ったらね、アーメの基本はね、スポンサリングと小売です。小売と、でこの小売というのは広い意味で捉えた方がいい。何も非メンバーの人にこのね、標準小売価格で売ることがだけが小売ではありませんね。広い意味で捉えればビジネスをやってない人がメンバー価格でアメの商品を使用したとしても、僕はある意味でこれは僕の解釈ですよ、小売だと思ってます。なぜかというとビジネスか消費者かしかいませんからね。消費者の中でメンバーである人と非メンバーである人という捉え方をすれば、小売というのは僕はそういうふうに捉えてる。そうした時にね、やっぱり伸びたいと思ったらね、ここです。スパイラルで伸びてきますからね、ガーッとね、スポンサーしなきゃダメよ最初に。もう僕もね、分かった時怒涛のようにやったっていうか、やっぱり20人スポンサーしてるんですよ。でこの前エメラルドセミナー行った時にね、会社言ってました、ちょっと細かい数字忘れましたけどね、年々商品数が多分上がってるからと思いますけどね、そのエメラルドになった人がね、僕の実感で言いましょうか、20人フロント作ったらエメラルドになれます。3人出てきます。もうね、30人じゃありません、20人、あなたがガッとフロント作ったら絶対3人出てくるよ。そうしたらね、でダイヤモンドの平均のフロント数が30人ぐらいですからね、30人スポンサーしたら6人出てきてるんですよ。ガーッとスポンサーすること。そうするとね、ここでね、ちょっとね、なんかね、調子よくやってるんだけどもね、ちょっとね止まるんですよ。でここの勢いがね、なんか逆に返ってくように見えるんです。この時期に今度はね、徹底してプロダクトやらないといけません。プロダクト5プロね、要はね、やりますね、浄水器、ニュートリ鍋ね、ホームケア、アーティストリーね、でニュートリション、そういったようなものをですね、こう全部これプロダクトに入れ込まないといけません。そういう意味の小売とスポンサリングのバランスってね、すっごい重要だよ。でここをね、ガーッとやっていくね、そんなことをちょっと今思ったんですけどね。じゃあそうすると、はいね、ここで3番目のメリットね、安く買えますと小売したら小売利益が出てきます。で3番目はね、仕事として解釈したら、さあボーナスが取れるぞってことよ。でこのボーナスはどこから出るのかって、20円で作ったもの400円ですから380円も利益が出てくる。この中の一部をね、要はボーナスのですね、基金として取ってます。さあ1番目のボーナス 21% ボーナス、2番目 4%、 3番目 3.75%、 トータルで 28.75% です。これがボーナス基金です。だいたいどれぐらいか、売上ベースのですね 28.75 と思ったらいい。去年の売上約1800億、
正確には1780億って言ってましたが、どんなもんなんですかね。500億ぐらいあるんじゃないですか、ボーナス基金が。これを取りましょうという話なんですよ。じゃあここでです、じゃあここであなたの仕事は何ですかって、昨日もねずっと言いましたね。もう一回ちょっとね、一桁パーセンテージの人に言ったら、仕事は何でしょうと、ここをよく覚えておいてください。もう永久にこれだけやればいいんです。まず1番目、アームウェイの全ての商品を使うことです。使うこと、これが仕事です。そして2番目、仕事は2つだけ。2番目、教えることです。使うことを教えること、これだけ仕事です。わかりますか。これがセットで仕事なんですよ、ね、ただ教えてる人、使ってないから伸びません。ただ使ってる人、教えないから伸びません。それだけのことなんです。じゃあ教えるものって何なんだろう、ね、まず1番目、ピックアップ、ね、近い人はピックアップで、ま、絶対教えておくべきですね。あのね、相手がやってくれるだろうか、ミーティングでもそうです、来てくれるだろうか、そんなことどうでもいいんです。あなたが伝えたか伝えた、伝達って冒頭に言ったでしょ、伝達です。達するまで伝えると書くんです。わかりますか。あなたが達しないように初めから伝え、ね、達しないように伝えたら伝わるわけないでしょ。 100% 伝えたと相手がどう取るか、そんなもんどうでもいいんですよ。あのね、伸びていこうと思ったら、僕いつも言ってましたけどね、もうどうでもええわってね、口癖の時ありました。これはね、投げやりじゃないですよ。本当に覚悟と責任感持ってるやつはね、もうどうでもいい、もうしょうがない、結果なんか時の運ですから。ただひたすらですね、ここをねやっていく、それだけですよね。発注方法を教えます。そして2番目、さっき言ったように小売りとスポンサリングってやつはもう絶対の両輪ですから、商品が出ない限りね、あなたはポイント上がりませんよ。ポイントが上がらない限り、何本スポンサーしたって会社認めませんよ、あなたの仕事量を。豊かにならないんですね。絶対必要なのはデモンストレーションです、実験です。でもここをね、さっさと覚えることがねコツです。さっさとやる、これ後で言います。そして3番目はその可能性のマーケティングプランです。プランをさっさと覚える。で、重要なことはこのデモンストレーションとマーケティングプラン、そんなに難しく考える必要ありません。僕はね、本当にあの中島かおるさんのダイヤモンドカセット大好きでね、かおるさんこう言ってるじゃないですか。デモンストレーションにしたってね、で仮にそのデモンストレーションが下手だとしたって、鏡に水流してどっちこれだけでいいんだと、余計なことあんまり言いません。最高のデモンストレーションはさ、あなたがアーメイの商品を大好きで使っている、これが最高のデモンストレーションじゃないかって。あなたがこのアメのビジネスのプランの中で、ね、あなたの友達とともにいつも生き生きと、よし夢を実現しようって頑張ってる、その姿がアメのマーケティングプランを話していく時の最高の資料じゃないかって、もう感動しますよね。そうなんですよ。とでもね、なんぼそれでもね、やっぱり伝達ですから、ね、要は伝えないといけませんね。何を伝えるかってね、やっぱりね、このデモンストレーションとプラン、やっぱり基本的な技術はあると思います。しかしそんな難しくない、こう考えてください。ワンパターンでいいんです。ワンパターンのシンプルなデモ、ワンパターンのシンプルなマーケティングプラン、これをね暗記するんです。暗記、いいですか、暗記ですよ。そしてこれ成功方程式って言ってます最近。暗記かける回数、暗記かける回数イコール結果なんです。もうこれだけ、わかりますか。暗記かける回数イコール結果、結果が出ない人、ここ暗記じゃありません、勘でやります。勘ね、経験と勘と度胸、ね、KKD って言います。勘×時間、ね、イコールエヘヘです。わかりますか。勘×時間イコールエヘヘ、やってるつもりですね。時間じゃないよ、何回繰り返したかです。僕はね、それは自分で言い聞かせてますね。移動距離長い、例えば小泉さんって、ね、今週どう動くんですかって、いや札幌まで行きましてねって、札幌まで行くとね、結局ドア2ドアでね 10時間ぐらいかかるんですよ。札幌で3日いて、東京で2日いて、関係ありません。そんな全然関係ないよ、そんなもん。だってそんなん別に時間だけのことじゃん。向こう行って誰に何回デモ負けしたかだけですからね。わかります。暗記かける回数イコール結果だったらこれやれってさ、俺もうほんと最近こう言っても、要はね、ここをねさっさと覚えない。何言いたいかって、ここでこういう結果が来るんだったらさ、やったらいいじゃないかって。でね、すごく思うのはね、あのね、よいしょ。じゃあ、これね、ガーッとやってきますよね。やっていって、最初にね、あれなんで、あのね、さあ、何がポイントか、あなたがここにいます。もうあなたがいたらね、もうコツです。僕はね、最初20人ぐらい、1ヶ月でやった時にね、
やっぱり5人ぐらいの友達が出てきましたね。一気にね、ガーって、まずプロスペクトリストを書き出す。プロスペクトリストを書いたらもう電話です。電話、アポイントを取ることですよ。アポを取るんです。不動まりが5割だとしたらね、要はね、例えばね、今月10人サイン取ろうと思ったら、ぶどまり5割、20人電話かけなきゃいけないでしょ。20人しないといけないですから。で、アポ取りのぶどまりはさらに5割だったら、その倍電話かけないといけないんですね。僕最近いろんな企画をしてるんですよ。ミーティングでもね、結局ね、仕事って何かってね、要はスポンサーって言ってるけどね、アポが取れないんです。アポイントが、で、アポが取れない背景はいろいろありますけども、最終的にね、一本勝ちはね、もう諦めろって言ってます。僕メンバーには、そういうふうに思っといた方がいい。どういうことかで、いきなり読んでデモ負けは難しいぞということです。だから一回会いなさいって、アポを取るために会う、で、アポを取るために会うためにのアポを取るために電話するみたいな。わかりますか？すごい、非常に豊美さん的な言い方ですね今ね。要はあの、そういう感じですよ。でね、電話が重いんだったらね、でみんなでさ、そのな、固まってね、みんなで渡りは怖くないんだったらね、みんなでアポ取ろうぜみたいなさ、アポ取りミーティングっていうのをね、やるんですね。お、電話かけろって、みんなで見てる前で。面白いと思う。でね、もうグラフ書いてくるんです。いいかって、今日10人になった約束、これがミーティング、これが LM だぜ。そうじゃん、だって具体的に今月どう動くのかということでしょ。会ってアポ取るんです。会わなきゃ話しない。もう電話で絶対言わせません、アメなんて。なんて言ったら、一応ね、そうじゃないですよ、もうこんな素晴らしいビジネスはありませんとか、自分で自分をフォローしてますけど、ね、要はあの、ね、言わない、会おうぜって言えますね、これくらいだったら。そこでガーンとね、アポ取らせてくるんです。そしてそこにね、スケジュール表にね、もうほら、俺はこんだけ今月サイト、ほら、これで会えるじゃんみたいな、わかりますか。そういうことをね、だね、本当にね、僕今ダイヤ目指してますからね、本当に目指してひらめくね、ひらめいたら即やる、間髪置かずには。これもコツかもしれないですね。大体ね、ひらめく量が足りないやつってね、決断する量が足りないんですよ、きっと。だからひらめかないんじゃないかなというふうに思います。ね、そんなようなことをね、やってて。とにかく、いいですか、もうあの手この手で、倫理考慮の中で許されることは全部やるんです。わかりますか？もうどんな、もうゲリラですよ、アメなんか。もうゲリラ。あのね、なんでもそうですけどね、人がやってるようなことをやって、そのまま成功できるんだったらね、世の中でさほどの差なんてつかないはずですね。結果出てる人は編み出してます。編み出してる。ラーメンってすごく面白いと思いますね。なんかね、ある人に聞くとね、みんなほら混乱するときってない？例えばある人に聞いたらさ、スポンサリングだと、とにかくスポンサー、俺は100人フロントを持ってるとかね。で、ある人に聞いたらさ、そんなね、フロントなんか少なくたって大丈夫ですよみたいな。私はね、例えば誰だかな、ある方は12人ぐらいスポンサーして9人エグゼクティブで、それがファウンダーズみたいなね、掘っていきましたとかさ、ある人はプロダクツだといいさ、ある人はそんなもんいらんとかと、まあいらんって人はいないだろうけど、いろんなやり方ありますよね。でも一つ僕が得た結論はね、掴んだ何かが違う、これだけです。そしてその掴んだ何かに全部正しいんです、おそらく。しかしね、その人のなんて言うんだろう、こう、例えばゴルフでもさ、それぞれ結局球を置いて打てばいいんでしょ。しかしそのフォームが違うようにさね、なんか掴んだ何かに対してもうね、 100% じゃありません、 300% ぐらい集中してですね、入れ込んでますね。わかります？ここがね、違う。だからね、なんかうまく言えないけど、あの、そんなような気がします。とにかくわーってやります。5人ビジネスする人をね、探してください。このビジネスはファインドする仕事ですよ。最終的に見つければいい。5人見つけるんですね。わーってやったらもう絶対できる。できないわけない。でね、なぜできないかって言ったら、皆さんがだから神秘的にビジネスやってるからです。うん、もうシャーマンの世界です。お祈りの世界、祈祷してるんですよ。もうとにかく PV 出てこいみたいな。出るわけないですよ。そういうものを信じるんじゃなくて、それはまあ信教自由ですから、まあ何信じてもいいんですけど、信じないといけないのね、アーメンのプロダクツです。プロダクツを信じてないからポイント出ないんですよ。どんな人だってデモンストレーションやったらね、絶対買いたくなるよ。しかも 100% 保証でしょ。でもね、なぜ信じてないかって、さっき言った使うということをしてないからです。自分が使うということと教えるということはセットだって、ここをやらないんですよ。だからね、いい？ちょっと暇だったね、男性だったら車洗ってください。車にワックスかけるんよ。これ仕事よ。わかりますか？アーメンの商品使うことは仕事なんだ。だから誰でもできるんだぜ。最終的にデモンストレーションでその感動を伝えればいいんでしょ。だからそこで5人出てきたら、もうね、いろんな捉え方がありますけども、結論はもう初めから150万点しか考えないことです。150万点、
ここで A グループで例えば50万点作ろうと思ったら50万点のね仕事すればいいんだ、それだけよ。わかりますか。 B、 こいつはちょっと頼んない、掘ればいいじゃないですか。アームウェイにはね、セブンディープっていうね、シックスワイドセブンディープって言葉にしてますか。成功したかったら6人、まずね6本ね揃えなさいって、とりあえずビジネス頑張ってみようって人で、そっからね7台です、セブンディープ3、4、5、6、7、7台掘っていったら必ず1人、わかりません、もう根拠なんて経験則です、必ず1人それは面白いやつが出てくると、掘ればいいじゃないですか。そうやって過去の先輩たちがこういうことやれって言ってるんだったら素直にやればいいんですよ。重要なことはね、昨日も言ったけどね、いいですか、もう戦う前に負けてるんですね。別れとかどうとね、要はね具体的に動こうとするのは分かるけど、その前にね決めることです。絶対にやるって決めなければできないよ。いいですか、決めるということは重要ですよ。絶対にやる、絶対にやるってどういうことなのかって、何があってもやるのよ。何があってもやるってどういうこと、ね、どんなことがあってもやる、どんなこともあってもやるってどういうこと、死んでもやるんですよ。こういう断固とした決意が先にないといけないのに、方法論はあれこれあれこれあれこれ、どうなんですか、この取り方はどうちら、そんなもんあるかいって、そんなもん知りません俺だって、そんなもんどうやってやるのか、全部臨機応変です。ただ一つあるのは、ただ一つ相手に伝わったというのは、どうしてもやりたいと思ってるからです。わかりますか。そこがさ、方法論を探るんじゃないんだよ、このセミナーも。決めるということをね、あなたたちはこれ確認に来たんですね。そうするとさ、いろんなやり方、とにかく50万、40万、30万、20万、10万、ね、こんな感じで150万点をね、作るんです。簡単、150万点の仕事をこなせばいい。基本は使うことを教えること。で、150万点やりますと、どうなるかって言ったら、まあね、まあ SP、SP をね、6回連続してきますと DD になりますね。DD になったときに、大体いいですか、DD の仕事というのはね、まず SP、SP っていうのはね、本当に決めたら、いいですか、本気で決めたらですよ。本気というのは昨日も言ったけれども、僕は、ね、最初はもう生きんでいいと思うよ。もう何だっていいかやることです、とにかく。一回やった、その感覚からね、またね、ね要はアップラインと、ね、アーメの原理って僕ね、こうだと思うのよ。こうね、離合集散って僕は呼んでるんですけどね、離合集散。いいですか？個人的に顔を合わせて、個人的に離れていく。みんなで集まって、みんなで散っていくっていうね。この繰り返しがすごく重要ですよ。ここがインプットの基本だと思います。顔を合わせていく、いつもアップラインと、そしてまたダウンラインと、友達と顔を合わせて、でみんな、ま、頑張ってる兄弟ケースとかみんな集まって、それがあいつも頑張ってるな、こう頑張ってるなって、一回とにかくガーッとやってしまって、そして常にそういうところで軌道修正していけばいいです。もうね、冷めてさえいなければこのビジネスは勝ちですよ。逆に冷めたら終わりだよ。わかりますか。冷めたら終わり、もう燃えてればいいね、いつも。でそうした時にね、こういうことやりながら、まず SP やる、 SP やるのに本気でプッツン来たですよね、本気でやったら、要はね、絶対これね、6ヶ月でいきます。6ヶ月で、どんな人でも6ヶ月でいきます。6ヶ月で行った後オールクオリファイしてったらね、 DD まで1年ですね。でこれから安定したとするでしょ。さあ一体、さっきサラリーマンの生涯年収2億円って言いましたけども、安定したらどんなもん。1ヶ月25万円としましょうね、 21%、 1年間で300万、ちょっと SIP ボーナスは入れません。そうするとね、10年で3000万ですね。あとあなた50年生きたとしたら1億5000万ですよ。1億5000万円、1億ね、普通のサラリーマンは40年働いて2億円です。何が言いたいかといったら、今のあなたの生活を変えずに、ただ使うこと、教えること、発注方法と、ワンパターンのデモと、ワンパターンの負けを暗記して回数こなしていく、しかもあなたの自由な時間にです。ベースはすごくいい商品、しかも嫌だったら返したらいいという保証までついてですよね、そして伸びてる人たちがいっぱいいるって、さらなる保証までついて、それをやった時に1年間であなたが DD やり遂げたとしたら、あなたは1億5000万円の仕事を1年間で成し遂げたんだぜ。この意味が分かりますかということを言ってるんですよ。これが重要だと思うかって思うんだったらやれということです。あんまりガタ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 言うな。だからキーワードはね、4文字です。キーワード、ギリ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 ガイズ、ガールズ、ギリギリボーイズになってください。ギリギリがキーワードです。何言いたい、眠たい、当たり前ですよ。あなたが ねこれだけの仕事をある意味で 今までの一般常識で言ったら片手間でやるんだよ。片手間の時間でギリギリでやんなかったらどうするんですか。そんなもんウィンブルドンで勝ち抜こうと思ったら、ね、あの選手たちは真ん中に、はい行くわよなんて落とすと思いますか。コートギリギリ狙って打ってくんだよ。だとしたらあなたの仕事もそうです。ギリギリでやるということはまず覚悟しろって、ね、初めからうまくいくわけないでしょ。覚悟しなさいって。
いいですか、その時にね、少しぐらい眠いとか、もうあまりにも当たり前なことでめげすぎる。この結果が当たり前な結果かって。しかも、いいですか、これから DD になったら、昨日富山さんがおっしゃったみたいに、あなたはそれをね、自分がやったことを教えてあげればいいんでしょ。そのまんまリーダーにより深く教えればいい。あなたの思い込めて成功しようよってさ、ね、そういうふうになっていった時にさ、あなたがこの中でよ、いい3人の人を独立させたらエメラルド DD ですよね。今エメラルドの平均年収多分1200万ぐらいあるんじゃないですか。それとも本音で言います、アーメイの世界にはね、やっぱりピンを上げてきたらやっぱり聞きたいですね、トヨミさんの、ね、お話とか、ね、ゲストで呼んだ時にゲスト料払います。アーメイ決めてますね。要はこれもね、あなたの実力なのよ。すべての収入であなたね、あなたがやったことがさ、しかもあなたがさ、私にゲストをさせろって言ってるんじゃない、呼んでいただいてゲスト料入ってきます。そうするとここがね、もうちょっと上がるでしょうね。何言いたいかって言ったらね、すべてがね、基本は使っただけじゃない、ワンパターンの負けた、ワンパターンのね、要は実験を覚えて友達に回数こなしただけでこういうふうに開けてくる。これ年収、まあちょっと分かりにくいんで1000万としましょう。エメラルド年収1000万円、ね、10年間で1億です。10年間で1億、分かりますか。20年ね、そうだな、じゃあ年収1000万、10年間で1億ですよ。50年間で5億でしょ。40年間で4億、倍ですよ。でもこのエメラルドどれくらいできるの。2年でできると思います。もう本当に分かった人はあなたたちできますよ。なぜかって言ったら、僕は別に愚痴言うわけじゃないけどね、要はアップラインってね、言うほど知りません。黒田さんがいるじゃない、わかりますか。このね、アップライン、僕は昨日ちょっとラリーで言ったけどね、あなたたちが大事にしないといけない関係ね、アップラインとの関係ですよ。例えば藤本さんがいるって、ここのアップラインとの関係が本当にうまかったね、早いんです。これアメは、こっちこれもちょっと時間があったらちょっと言いますけど、あのね、だからとりあえずギリギリでやれって。で、何言いたいかって言ったらね、これ例えばエメラルドでもさね、これね、今の収入で1000万でしょ。じゃあさ、この前ね、あの函館にですね、林達夫さんとクラウンバスラー来られたんですね。林さんがその中で言われたことはね、何言われたかって、あのジョンソン社長と、その中で OM の中で言われてますから、これ言ってもいいと思うんですけど、ジョンソン社長にですね、本音のところ、アームウェイはどれぐらいのね、売り上げを、ね、見越してるんですかって。将来ですよ、将来的に。もう少しきつい言い方する、どれぐらいが頭打ちだと思ってるんですかって。とりあえずのところ、今約1800億の売り上げですよね。何ちだと思いますか。トップが1兆円って言ったそうです。すごいよ、1兆円って言ったら、しかもこの流通システムで1兆円だぜ。ボーナス基金 30% として3000億円のボーナスよ。今500億でしょ、約したらさ6倍じゃないの。ということはこのまま安定したエメラルドをやっていけば年収6000万になるんですね。話半分としても3000万ですよ。すごいと思わない。そして DD でも DD レベルの年収に、これは僕はもうね、会社のね、坂本部長からはっきり聞きました。700万円ぐらいにしたいとおっしゃってました。 DD で独立できるように、本業にできるように、これはすごいと思わない。受け皿はあるのよ。あとはあなたはそれでもまだね、いいですかね、アムウェイすごいすごいって言っていながら、全然アムウェイ知らないやつに 2,3 ちょっと批判されると、そうなんだろうかと思ってしまうあなたがそこにいるんですね。わかりますか。これだけこのセミナーで絶対やるぞって。面白いのはね、エイダ行くでしょ。エイダで本社見てさ、ニュートリの工場見て、農園見てさ、こんな、あいつらはこんな事実知らないんだと、俺はもうこれで大丈夫ですって帰ってきて言うとね、めんさい、それ騙されてんじゃないのって言うと、そうなのかなと思ってしまうあなたがいるんですよ。わかりますか。バカですね。もうね、結局ね、自分に対して自信がないというか、もうね、もうそう以前でしょうね。ね、それはもう、まあ、そんな人はいないと思いますけど、ギリギリで頑張っていくことです。ギリギリで、ね、こういうようなことがね、これからあるぞということですよ。で、僕が言いたいのは、やっぱりこうなってみて思いますけど、やっぱりね、エメラルドをね、さっさとやってください。で、今日ね、やっぱりエメラルドをまずね、まずです、まず通過点としてエメラルドをね、決めていくことですね。で、そのためにはね、ちょっと2、3ちょっとアドバイスしますとね、やっぱりまずね、動員です。動員しないといけません。さっき言ったようにね、6ワイド7ディープという言葉があるんであれば、僕はね、何をやろうと思ったかったらね、あのこれもう今、もうここから先自分に言ってることですけどね、一つのミーティングがあります。そうしたら、例えば小泉は小泉をベースにして、できるだけダイヤに会いたいんだったら6系列動員しないといけませんね。1、2、3、4、5、6。わかりますか ?6 系列動員していって、とにかくどこでもいいから6系列出してくる。そして、ね、この6系列というのは、直のフロントでも何でもいいです。7台まで遡って、どこでもいいから、
必ず1回のミーティングに6レック出そうみたいなね、そんなようなことをですね、とにかく動員って力だと思いますよ。組織力の最終的な集大成は動員力です。ですからここのところをですね、しっかりやっておく。それとね、昨日ちょっと言いましたけどね、もうこれ最後になると思いますので、すっごく重要なことを言います。じゃあ結果って何なの、まあ、LM みたいになっちゃいました、すいませんね、全然うまくやってないでね、はい、あのね、どういうことかって言ったらね、こういうことをね、僕最近言ってます。あのね、知識っていうのがあります。知識、成功するためには知識が必要か、必要です、イエスです。知識がなければ成功できませんか、できません。基本的な技術、知識をマスターしない限り成功はありえない。じゃあその知識をマスターしたら絶対成功できますかって、そうとは言えませんね。吸収しなければ成功できないけども、下から成功できるか、そうとは一概に言えません。じゃあ何なんだ、このまずね、この知識をね、具体的にあなたのフィールドで行動に移すことです。計画的にやってみる。やってみた後でこの知識がね、加工されてきます。どう加工されるかって言ったらね、見識というそうです。知識が見識に変わるんです。わかりますか。見識の人はまだ深いですね、行動の人です。その知識を行動に移し、そのように結果出してきた人、見識の人です。じゃあ人生で成功の定義を少し高いところに置きます。今回はその成功をですね、見識の人になったら成功できるのか、逆に見識の人にならなければ成功できないか、できません。だけど見識の人になったら絶対成功できるか、できないんです。じゃあ何なんだろうって、僕はねこの話聞いて感動しましたね。見識から一つ超えた領域があるんですよ。何だと思いますか。それはね、短識っていうんです。紐です、ハート、短識ですよ。ここで物が見れるようになってくると、この人は成功。しかしいいですか、ここに来るためにはプロセスがあるんですよ。知識をきちんと入れる、動いて見識の人になる、そしてあとはね、ハートです、肝が座っていることです。あのね、ちょっと話飛ぶけど、僕はね、北海道開拓の僧のね、依田勉蔵ってすごく好きなんだよね。あんまり知られてませんけどね、彼はね、北海道を開拓していくね、中高の僧って北海道だと思うけど、こんなこと言ってあのね、すごいね、すごい俳句歌ってるんだよね、短歌大好きなのね。どんなこと言ってね、マスダオガって、丈夫だよ、マスダオガ、志持った男のことはマスダオって言うんですね。マスダオガ、心を定めし北の海ってね、風吹かば吹け波立たば立てっていうね、こういうあれがあるんですよ。いい、かっこいいよね。男子がひとたび全て捨ててこの地を開拓してくってきたんだと、でいろんなことがあるだろうって、風が吹くのは吹いてこいと、波が立つのは立ってこいっていうね、すごいいいよね、覚悟の人だよね。なんかね、肝座ってるなと思うんだけど、まあまあちょっとどうでもよかったんだが要はこの短識です。でそうした時にね、この短識ってやつでね、ものを見た時にどうなんだろうって、僕はいつもダウンに言うと、昨日ちょっとね、どっかのパーセンテージの部屋で言ったと思います、思うんですけど、3つの視点でね、僕は言ってます。まず1つ目、短識というところで見て、ね、この3年間です。この3年間紛れもなくね、時代が動いてきます。会社も言ってるんですよ、この3年間の大波に乗ってきた人が伸びるでしょって言ってましたよ、コーディネーターの人が。そうした時にね、×とね、丸の引き方です。まず1番目、いいですか、×、コツコツやる、ダメです。なぜか、コツコツにはね、差がある。コツコツやろうぜみたいな抽象的なこと言ってたら伸びれません。仕事はね、完了です。一日一日を完了してけということです。何をね、今日の一日のテーマ決めてるかって、そのためには1週間のため、1ヶ月で何をやり遂げる、最終的にはこの1年あなたのピンですね。完了するということが重要です。この人と会ってアポを取るのは取ってこいって、完了しなかったらやったことが分かりません。どっちに転んだのか結果が分からないからです。分かりますか。完了する。そして2番目は、継続は力ではない。継続は力と言います。しかし最終的にはそうだと思いますよ。しかし継続が力にならない人いっぱいいます。なぜか、それはね、継続は力の前に一つあります。集中こそ力です。集中しろって、100ゼロでやらないといけない。僕ね、青木ってしますか、プロゴルファーの青木の話を聞いたときにね、すごくですね、感動した話があるんですね。で、どういう話かって言ったらね、こんなこと言ってました。あのね、あるときプロアマのですね、トーナメントってのがありましてね、でそこである、ノンフィクションライターがですね、青木コーと組んで回るんですよ。で、青木とね、ゴルフ一緒に回れるなんてね、もう僕らね、ちょっとゴルフやってる人間からするとね、これはすごいことなんですね。ゴルフの神様と一緒にゴルフ回るんですからね。で、しかもね、そのノンフィクションライターはね、プロアマのね、なんかチャリティーのやつで大したことないだろうと思ったらね、これが大変なコースだったそうです。もう絶対アマチュアじゃどんだけ金出しても回れないコースだったらしい。
そこでね、もういきなり緊張しちゃうんですよ。で、海外にいろんな人たちが、有名な人たち来てて、本格的なんですね。すっごい緊張しちゃうわけ。それでね、前日ね、どうしようどうしようって、練習もしてないし、気軽にね、気軽に来ちゃったけどって。でもしかも相手は青木さん。でね、青木から電話かかってくるんですね。あのね、誰々さんって、一緒に食事しましょうって。来た時にね、もう緊張しまくりで行くんですよ。で、緊張しまくりで行った時に、もう開口一番彼が座ってるんです。もう今回は申し訳ありませんと。私はもう本当にね、もう散々青木さんに、ね、恥かかせると思いますって。もう本当に気軽な気持ちで来てしまったって時にね、青木の言った言葉なんですね。いいんですよって。もうね、うんと楽しんでくださいって。僕とさって、もう本音で言うけど、僕とゴルフできるなんてもう一生ないもんねって。あなたの人生の思い出になるように、うんと叩いてくださいよって言うんです。その瞬間ね、彼は溶けてっちゃうんですね、青木の心の中にね。で、いろんな話をしていくうちに青木はこう語ったって。何でもそうだけどね、一流の人間っていうのはね、一流の結果を出した人っていうのはね、ある一時期いいですか、鬼となってその仕事に没頭する期間が必要なんだって。今物になってこないやつというのは目先の結果にばっかりとらわれて、鬼になってそこにね溶け込んでいく、集中して100ゼロでそれに取り組むってね、そういう姿勢がないって。いつもバランス取りながら生きてるって。100ゼロでって鬼になった一時期を通ってこない限り、本当の優しさなんかね身につかないって言うんですね。俺は感動しましたね。俺はその話聞いた。俺もこの3年間誰がついてこなくたっていいんですよ、俺はやるぞってね、すっごい燃えました。毎日俺切れてますよ、毎日燃えてます。豊美さんがそばにいたらもう息吸ってるだけで燃えますね。それが本物だと思うよ俺は。だってそうじゃん、やってくのはあなたよ。アップがいたってダウンがいたってあなたがやるんだぜ、でしょ。だから最高、人生における一番の仕事は自分で自分を燃やすことですよ。ということはそこの鍵はどこにあるか、集中しようというところです。そして最後はね、長所なんか伸ばさなくていいです。長所を伸ばそうなんて余計なこと考えなくていい。むしろなぜかって言ったらね、むしろ重要なことはね、あなたの心に引っかかっている根本的なブレーキを解除することです。何でもそうですが、高性能なものというのはね、制御機能と動力機能がまともに向き合ったらね、絶対制御機能活用になってるんです。雨は最高に高品質なものですよね。とすればオートマの車みたいなもんですよ。ブレーキさえ踏んでなきゃ走り出していくんです。とすればね、あなたが重要なのは心のブレーキをですね、解除することですね。このブレーキって何なんだろうって2つあると思います。1つはね、ビジョンのなさです。ビジョン、アーメイをやったらどうなるか、アーメイのやる仕事が、あなたが今日デモンストレーションとマケをやりに行ってスポンサーするということがどういう広がりを持つのかで、どういう意味なのかというビジョンです。これをやりきったときに、例えば DD に1年でなった、いいですか、1年間で一生の仕事をしてしまったということですよ。権利収入ですから、これが分かってるかって、これはビジョンです。そして2番目、今日はこっちの方をね、最後に言って終わります。2番目はね、恐怖感、恐れです。恐れ、批判されたくない、どんな人からもよく思われたい、ここがね、あなたが伸びない原因です。何かを断固とした態度でやるということは、必ず作用反作用で必ず批判されますよ。分かんないやつがあなたこと分かるわけないじゃないですか。それに対してあなた説得しようとしますね、いいですか、恐怖感です。もう少し言いましょうか。例えばこの後コミットメントコーナーがありますね。コミットメントで言ってるやつのね、空気でね、今みんな一緒ですよ、だけど空気がね、微妙に違う人がいます。それね、言っているんだけれども、いいですか、その人の心の奥底に、おそらくその人は一番よく知ってます。自分が自分の心の奥底をずっと覗いてみたときにね、心の中に数字が立ってるんです。どういう数字か、0.00000、0は100万個立った後に1が立ってます。この1は何だと思いますか。アーメイ絶対成功します、何月何日で SP やります、 DD やります、君もできるよって言っていながら、自分の心の奥底では0.0が100万個経った後の1、ひょっとかしたら俺だけはできないんじゃないかって、わかりますか、俺だけは何かが起こってできないんじゃないかって。アーメイ確かにやったらすごいんだけど、ひょっとしたら俺だけはできないんじゃ、このひょっとしたらできないんじゃないかというコンマ0.0001のこの恐れがあなたのビジネスを、ね、あなたの動きをビジネスにしないんですよ。アームをビジネスにしないんです、そこは。そこを超えなきゃいけないですよ。じゃあどうやって超えるんですか。アームはちゃんと言ってますよ。自由、平等、安全って言ってるでしょ。平等という中にね、キーがあるんです。平等。この平等、あなたにとって、僕はさっきアップラインとの関係が重要だって言ったでしょ。あなたのことを本当に思ってるのはね、あなたのアップラインで黒田さんなのよ。藤本さんなんだよ。わかりますか。家系列で、例えばね、昨日豊美さんが家出してちょっとばかりいいこと言われたとしたってね、本当に最終的にあなたを成功させるために動くのはアップラインなんだよ。
このアップラインとあなたの関係なんです。で、何が平等か、50-50 の関係を作れということですよ。じゃあアーメイにおける50-50の関係って一体何なんだろうかって、普通いいですか、成功させてって言ってるんです。アップラインはね、いいですか、あなたに対して最初は100-0です。あなたに対していいですか、一方的にあなたを成功させようとして頑張ってます。それは入り口はアップライン自体が成功したい、だけどその行動は初めに for you、 あなたありきでしょ。あなたを成功させないが成功になりません。さあ、この一方的にあなたを成功させたい、距離を超え、時間を超え、経費を超えて、ね、あなたの成功をですね、アップラインは本当に思ってるんです。そのアップラインに対してあなたは成功させてって言ってるんです。するわけないじゃないですか。ここでです、何が 50-50 かって言ったら、あなたがですね、分かったって、私が DD になるのは自分のためよりもいいですか、あなたが、私が DD になることによってエメラルド、藤本さんがエメラルドになるんだったら、黒田さんがエグゼクティブになれるんだったら、私はそのためにやりますというのが短式です。ここが分かるかって、ここが短式なんだよ。分かりますか、超 L です、これ。これが分かったら、あなたスッといきますよ。これが分かった人が早いんです。そうすると、ここでアーメイの世界では、ね、誤解しててごめんねって。ね、あなたが今度アップラインになったらどう思う？あなたのダウンから電話かかってくるんです。ごめんねって。あなたに、ああいうふうに言われたけど、私はちょっとね、なんかね、ムッとしてたけど、本当は私のこと思ってくれたんだよねって。私はあなたの一歩になるために絶対頑張るから私を育ててって素直に言われた時に、あなたはね、どうですか、感動でしょ、バカ野郎って言いますか。あなたは今まで以上にもういい、自分のことなんか、こいつのために俺は成功させると思うはずです。それを受けたダウンラインの人は絶対に期待に応えるぞって、分かりますか。ここの関係が 50-50 です。世の中にはこの関係ありえません。システム上ない、こんな関係は。そして何よりも重要なのは、この関係をあなたのダウンが見てるんです。そしてあなたが今度エメラルドダイヤになった時に、みこしを担ごうとしますね。ここが重要なんです。わかります、これが短式だぞって僕はね思います。これはなかなかアップライン自分の口から言えません、ね、でもいいですか、なぜ黒田さんが、藤本さんがこうやってこういうねセミナーをやってるのかということを、あなたわかるかって、わかろうとしないといけない。自分が一流のリーダーになりたかったら、リーダーの気持ちを汲み取るところぐらいまでの、それぐらいのですね、器は欲しいですね。いずれあなたがやるんですよ。わかりますか、ね、こんなところがね、すごくね、なんか勝負のね、分かれ目のような気がしますね。テンションを柱にして、絶対やるぞ、悔しいっていうパワーと、期待に応えようっていうパワー、両輪で回していくんですよ。ここがね、俺はね、すごく重要だと思います。まあ、最後にね、もうこれでもう終わりだと思います。まあ、もう出番はないと思いますので、最後にね、一つだけ大好きな話をして終わります。あのチャーチルの話なんですね。そのアーメイの心理学という本で、あの大阪大学のですね、先生が書かれてますけども、あのこれは実は僕はあのちょっとその本出る前にね、こうちょっと具体個人的にちょっと聞いたことがあるんですね、ある方からね。でその先生がいつも言ってる話で、あの先生、その先生のお子さんエメラルド DD で白血病でお亡くなりになって、そこの告別式でね、あのその先生がですね言われた話なんですけど、チャーチルの話です。でチャーチルがね、あの要はね、亡くなる数ヶ月前にですね、ケンブリッジ大学で講演してるんですね。でそのね、ケンブリッジに、マヌカイ、チャーチル第二次世界大戦でね、イギリス救った英雄ですよね。彼がね、こうまあね、要はもう亡くなる数ヶ月前ですから、でもね、イギリス救った英雄ですから、どんな話するんだろう。山高帽をかぶった学生たちがね、何千人か集まって拍手の中迎えられたんです。老いたりとはいえ、つえつきながらですね、ちょっと太った体をね、要はね、まあ、かくしゃくとして歩いてくれるわけですよ。1時間の講演内容です。どういう話が飛び出すのかって言った言葉が、ね、歴史に残る、ね、演説です。3センテンス、たった何て言ったかね、 Never give up って言ったんです。そしてもう少し大きな声で Never give up、 そして次は会場に届くような声で Never give up って言ったんです。これをどういうふうに訳すかって言ったら、粘り強くって、ね、より粘り強く、さらに粘り強くって解釈されてました。僕はね、感動しましたね。で、実はこの時のですね、講演の内容をドイツのクラウンバスラーが持ってるそうです。そしてくじけそうになった時に、この肉声のこのたった3センテンスを聞いて頑張ってきたそうですね。ですから皆さんもですね、いろんなことがあるかもしれないが、そんなの覚悟の上です。ギリギリというものをこの4文字胸に秘めてです、ね、あなたの成功がダウンの成功につながる、そしてあなたの成功がアップライの成功につながるんだったら、あなたの歴史をね、今開いていく時なんですね。ですからこの後ね、豊美さんからですね、最後のね、あのなんか、ね、最後の時間、エレンもきちんと聞いてですね、あなたの、いいですか、あなたのね、鱗から、目から鱗を落とす、
かりますか、一点の曇りもないね、そういう状況にしてですね、かえってまたやることはワンパターンのデモとワンパターンの負けを回数こなしていくというね、これだけをですねやっていったらいいんじゃないかと思います。私もこれ今日終わりますと、また東京に行って、その前に一人金沢で会って、東京で今日またね2つスポンサーとフォロー入ってますけど、毎日ね頑張っていきたいと思いますので、ぜひ結果を出して、ください。